この一言書かれたら終わりだよね。詳細は不明となっている。不明って言われたら解説することがない。皆さんこんにちは、ジャパンサイファーの J です。 Netflix のガンダム作品復讐のレクイエム、めちゃくちゃ激アツなので、今日は一緒に公式サイトのメカ設定を分析していきましょう。さあ参りましょう。公式サイトにずらりとね、設定が並んでますね。まあここら辺にこう機体の設定画と、まあキャラのね設定がありますね。でちょうど私が画面被ってますけど、私は当然のことながら出演はしません。さあ早速見ていきましょう。まずはザク 2F 型ソラリ機ですね。でジオン軍の開発したザク2の量産型、体調機のため頭部アンテナは通常よりも多く取り付けられており、狼のモチーフとして足に爪がペイントされている。なるほどね、確かにここに4本の爪がガーッつってありますよね。であとは頭部のアンテナが、通常のザクに比べて、2本になっているんですね。普通のザク、これよく見てみるとアンテナが1本右側に立ってるって感じですかね。はい。でそこに対してソラリキは2本あるよと。ね、であとはちゃんとこう赤くなっているだとか、で他のザクと比べると、こうしたウルフの、ペイントっていうところに差がありますよね。で一見体調機の盾が、めちゃくちゃこうゴテゴテしてるなっていうのは分かりますけど、これ形状は普通 の, ザクと大きく変わらないっていうのも分かりますよね。でこうして見ると、ザク2の形状って結構変わってますよね。なんかパイプがより長く外付けになってる感じで、普通 の, ザクってなんかこういう感じでついてますよ。でも今回の復讐のレクイエムのザクはこうビターッとね、外 の, エアコンのパイプみたいな感じでついてますね。はい。さあソラリキに乗るのは当然隊長のイリア・ソラリということですね。さあ今回登場するザクっていうのは、F 型ですね。ザク 2F 型ルショーン機見ていきましょう。F 型ってことは宇宙でも地上でも、両方でも使えるような一般的なザクのタイプですね。一方で MS イグルに登場していたような地上専用のザクは J 型になっています。で J 型っていうのは F 型からいろんなパーツをかっさばいて地上専用 の, 仕様にされているものですね。ざっくり言うとですね、はい。なんでこの F 型っていうのは実は地上用に最適化されていないっていう状態で、レッドウルフ隊たちは地上で戦わなきゃいけないっていうのも面白いポイントですね。ザク 2F 型ルション機、ジオン軍の開発したザク2の量産型、部隊内では一番戦力が浅くカスタマイズもあまり行われていない。なんでこれが一番こうベースの姿ってことですよね。なるほどね。部隊カラーリングはショルダーアーマーに施されている。コードネームはレッドウルフチャーリー。肩が赤いのってボトムズで赤く塗るやつですよね。最長機の、これ死ぬんじゃないかなはい、なんか死にそうですね。ルション機絶対死ぬんじゃないかな。さあ次見ていきましょう。ザク 2F 型チャブスキ。さあこのチャブスキ、なんかちょっとパイロットがチャラいですよね。リード・ゲルフィかっこチャブス、ニックネームがチャブスなんですかね。ショルダーアーマーのスパイクが特徴的であるが、実戦用ではなく威嚇用である。もともとザクのトゲっていうのはモビルスーツ専用 の, 白兵専用の武装としてついてるのと、威嚇用ともあるので、正しいトゲの付け方なんじゃないでしょうか。さあ舞台カラーリングは肩と頭部に施されていると。コードネームはレッドウルフプラボ。なるほどね。なんでこのチャブスキっていうのを、カスタマイズの少ないルショーン機と比べると全体的にこう黒ずんでたりするんですね。こう年季の入ったザク2みたいな、そんな設定なんじゃないでしょうか。また一部腰部のカラーリングが黒くなってますね。さあ次、ザク 2F 型ケイル機。なんかかっこよくなってますねこれ、すごいぞ。なるほどね、ザク 2F 型ケイル機。はい、ちょっと白くなりましたね。おかっこいい、ケイルズ・ザ・ファレタっていう、なんか白髪のね、なんかスナイパーみたいな人いますね。で、さて、中遠距離支援用のロングライフロッシュ装備としており、専用照準器を備えている。舞台カラーリングは肩と手に施されている。コードネームはレッドウルフ・デルタ。この持ってるスナイパーってあれですよね、モビルスーツ用体感ライフルですよね。ジオリジンでシャア専用ザクが使っていたバシューンって言って撃つやつ、はい、これがね地上戦に持ち込まれていると。これなかなかこう世界線がわからないですよね。ちょっと後でこれ解説していきたいと思います。この復讐のレクイエムが静止なのかどうかっていうのも含めて、この解説で一緒に見ていきたいと思います。さあ次はですね、無識別型ザク2ソラリキですね。ソラリのために組み立てられたザク2、さまざまな機体のパーツを流用しているが、アルフィの尽力により通常機体と変わらぬ性能を持つ。ビーム兵器を防ぐために考えられた二重装甲の盾と外装に貼られた履帯が特徴的。はい、このソラリキ、よく見ると他の機体と比べてシールドの形状が変わってるのが分かりますよね。で二重装甲になっていると。でこれはおそらくマゼラアタックの
側面装甲なんじゃないですかね、おそらくね。はい、それを肩につけるってい う、 こう現地回収感が素敵ですよね。でまあこの流れでイリア・ソラリさんが、まあ、これに乗ってるってことは、まあ、おそらくここら辺のパイロットはこう全員あの白い悪魔にねあのぶっ殺されてしまって、その破片を元にこう作り出したのがソラリ家みたいな、まあ、そんな設定なんじゃないでしょうかね。まあ、無識別型になってるので型式番号を持たない現地回収型ってことですね。でよく見ると、まあ、いろんなところにこう網掛けがあったり、あとは、まあ、履帯ですね。でこれもおそらくマゼラアタックのパーツなんじゃないでしょうか。また、細かいところを見ていくと、まあ、脚部にこうミサイルのようなものが搭載されているように見えますが、まあ、これは予告編でよく見ると機関砲になっているので、まあ、腕部も脚部もここからこう機関砲がガルルッと出せるっていうね、なかなか面白い設計になってますね。これでガンダム勝てるかっていうのはまた別の話ですよね。まあ負けるんでしょうねきっとね。はい、次見ていくと、グフカスタムはかっこいいですよ。グフカスタム、いやー CG 調のグフカスタムってだってモビルスーツイーグルの重力戦線の第3話に出て以来ですよね。あの教団と戦った時にねグフカスタムが一瞬出て一瞬にやられてましたよね。はい、グフカスタム、ジョン軍の開発した量産型モビルスーツグフの改良型、遠距離兵器であるガトリングシードにより絶大な火力を誇っている、ヒートサーベルやヒートロッドによる近距離戦もこなせる優秀な機体。うん、まあ一見映像作品と大きな差がないようには見受けられますが、まあこう細かく見ていくと、こう肩のあの装甲の処理だとか、あとはこう腰部ですね、腰部のデザインがこうザクからの派生になっていたり、まあ、よくよく見るとあの従来のグフカスタムとかなり設計が変わってるってことは分かりますよね。いやでもこれかっこいいですね。これに乗った版のノリスみたいですね。はい、ノリスパッカーだね。次はザクタンク、ザクの上半身とマゼラベースを合成して作られる急増兵器。うん、確かにこのマゼラベース の、 あの横部分の装甲がさっきのソラリキに使われてるみたいですね。はい、様々なバリエーションが存在する、正式に量産された兵器ではなく現地での創意工夫で数多く生み出されたと。なるほどね、ザクタンク。うん、まあザクタンクでしょうね。あの、まあ、しっかりこう従来のザクタンク の、 あのキャノン部分と、あとはマゼラベース の、 あの手法部分がちょっと変わってますよね。これね、なんかミサイルポットみたいなですね。はい、さあお次は連邦軍の戦力見ていきましょう。ガンダム EX 来ましたよ。このねガノタ殺しの殺し文句ですよ。これはこれはもう全ガノタ黙らされるんじゃないですか。あの戦後の混乱で全ての開発資料が破棄されたため、詳細は不明となっている。この一言いいっすよね。全部不明ってどういうことだよっていうね。はい、見ていきましょう。連邦軍が開発した最新鋭モビルスーツ、敵視新兵の強行偵察後方拡大のために地上での運動性能と稼働時間を重視して設計された機体。うん、さあこのねガンダム EX の正体は何なんだってことでね、もうみんなざわついてると思いますけど、私もこれざわついてて、もうねこの一言書かれたら終わりだよね。戦後の混乱で全ての開発資料が破棄されたため、詳細は不明となっている。不明って言われたらもう解説することがないっていうね。はい、まあただですね、これあのジムとね一緒に比べるとね面白いことが見えてるんですね。さあジムの方を見ていきましょう。これポイントは、ジムはジム EX じゃないってことなんですよ。ジムはジムっていうね。さあここね、連邦軍が開発した量産型モビルスーツ、ガンダム開発で蓄積された経験をもとに性能を落としながらも量産可能な機体として生み出された、大量に生産され連邦軍の勝利に貢献した。うん、歴史書みたいに語られてるのが連邦軍側の解説のポイントですよね。はい、でこの連邦軍が開発したジム、まあ、よく見てみると、まあ、ガンダムと設計が似通っているんですよね。このビームサーベルの部分とか、あのガンダム側でも、まあ、同じくあの3本ついていますし、あとはあの脚部の形状とかも、まあ、見てみるとガンダムと結構同じなんですよね。まあ、そうして見てみると、んでこのガンダムも、まあ、そこまでこう性能のいいガンダムってわけでもなく、まあ、ジムと非常に近い感じのガンダムなんじゃないですかね。例えばあのあれよ、あのジムストライカーカスタムとストカスみたいな、そういう関係性の可能性もありますよね。でこうして見るとガンダム EX の、まあ、胸部装甲の形状が異なるので、まあ、おそらくフォアブロックシステムがガンダム EX 側には入っているのかもしれないですね。こうして細かく見ると、まあ、シールドの形状がジムとは異なったり、ガトリング砲がついていたり、腰部と胴部ですね、ここはしっかりあのガンダムとしてあのデザインが違ったりしますよね。うん、ただこう腕部の先っちょだとか脚部の先っちょみたいなところはジムと同じようなデザインということですね。は
態、あとはジムとして装備している、まあ、このシールドは若干弱体化したものになってますし、あのビームライフルもガンダム EX 側はあのガンキャノン的なあのでっかいビームライフル持ってましたけど、定番のビームスプレーガン持ってますね。はい、お次は陸戦教習型ガンタンク B 型ですね。 B 型、なるほど、新しいですよ。今まで出てた陸戦教習型ガンタンクはあれですよね、モビルスーツイグルの重力戦線第3話にあの登場してね、あのアリーヌ・メイスン注意がね。でそれを踏まえて改めて見るとこのデザインかっこいいですよ。このデザインかっこいいですよ。もう MS イグルの中で登場してたやつがね、また新しい CG で出てくるっていうのはこれ激アツですよね。搭載してた爆雷みたいなのもね、このガンタンク B 型持ってますね。まあ、ただ履帯の横につけてたような大量のあのミサイルポットとかそこら辺はあのオミットされてるみたいですね。モビルスーツイグルでは強端があのグフカスをね、あの一瞬で倒してましたけれども、今回はグフカスが強端を倒してるようなシーンがあったので、ここはもうこれはもうモビルスーツイグル以来のもうほぼ20年越しのリベンジが叶うということですね。これ激アツですね。さあここまで見てくると、復讐のレクイエムは果たしてあの映像作品、今までのアニメ作品と同じ時空なのか否かっていうのはあるんですよね。例えばガンダム EX のこの設定だとか、こう戦乱の混乱で全てあの開発資料なくなってましたっていうのはあのね、元々のその静止の映像の作品の中に組み込む時の言い訳っぽいんですが、でもこうして見てみるともうそもそもデザインが大幅に違うんですよね。例えばこのジムとかもね、あの連邦軍が使っていたようなジムとはもう明らかに違うデザインなんで、おそらく今回は別の時空のパラレルのっていう可能性がまあ高いんじゃないかなと思ってます。例えばザク2の F 型ルショーン機を見てみると分かると思うんですけど、カスタマイズが一番行われていない状態の、まあ、すっぴんのザクがこれなんで、ってことはやっぱり映像作品のザクとデザインは異なるので、まあ、パラレル軸の可能性は高いですよね。ただ、まあ、パラレルとは言っても予告編で描かれたような時系列でジオンがあの東ヨーロッパを逃走しているだとか、まあ、そういった時代の流れだとか歴史のイベントの発展みたいなところはアニメ作品と大きく変わらないのではないかなと思います。まあそうするとですね、やっぱ気になるのこれですよ。ガンダム EX のパイロット誰なんじゃいというね話なんですけど、まあアムロだと私は見ております。まあおそらくガンダム EX をいかに倒すかっていうのがこの復讐のレクイエムの話なんですが、まあおそらくもうボコボコにレッドウルフ隊はあのされると思ってます。で最終的にパイロットのガンダム EX のパイロットは明かされないんじゃないかなと思っていて、ただいやあいつは白い悪魔だよねとか、あいつはあそこでこういう戦いをしたよねみたいな、ランバラルを打ち破ったよねみたいな、そういう会話がポロリと出てきて、あアムロだって間接的に分かるような流れになっているはずです。はい、この復讐のレクイエムの主人公はあくまでもあのイリア・ソラリさんたちなので、アムロっていうネームドロップはしないんじゃないかな、登場はしないんじゃないかなと思います。さあこのね復讐のレクイエム盛り上がってまいりましたけれども、皆さんこれアニメ作品と同じ時空だと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。そしてガンダム EX のパイロットは一体誰なのか、その予想もね、ぜひ教えてください。無名のパイロットなのか、あるいはアムロなのか、さあどうなんでしょうか。さあ、今日の解説はここまで。それでは皆さん、次の解説でお会いしましょう。